こんにちは、アンナスです。今日は刺繍をしようのコーナーです。よくなんとかステッチっていうのをたくさん教えてくださいっていうことを言われるんですけど、ステッチってたくさんあるのはあるんですが、結構なんていうのかな、例えばアウトラインステッチがあって、それに巻き付けアウトラインステッチみたいな感じで、ただどんどん派生してたりとかするだけで、実際やっぱ布と針だけの作業なので動かし方って限られてるんですよね。だから、名前がたくさんついてるだけで、実はやってることは同じですっていう話を今日はちょっとしたいんですけど、それで今まで私あんまり使ってこなかったステッチがあって、フライステッチとフェザーステッチと、あとブランケットステッチは前にやったことがあるんですけど、やり方は一緒なんです。でも名前が全然違うので、何が一緒でどういうことなのかっていうのをちょっと手元の方で説明しながら、紹介していきたいと思います。それでは手元の方にどうぞ。じゃあ何が今日は喋りたかったかというと、まずちょっとステッチの仕上がったものを見ていただきたいんですけど、これちょっとあれです、今度の監修本、刺繍の基礎の監修本で使ったステッチなんで、ちょっといろいろなステッチが刺さってるんですけど、まずこのフライステッチですね。こういう向きの方が見えやすいですかね。これがフライステッチです。で、その下が、フェザーステッチですね。これはフライステッチの応用編みたいな感じなんですけど、あともう一個ブランケットステッチって上の方にあるステッチ、ちょっと今これ糸がほどけてますけど、まあ、下の方が綺麗に見えてますね。あとこれはワードローブの方でやったんですけど、このステッチの手の動かし方っていうのが全部一緒なのに名前が全然違うから、結構みんなが混乱しているんじゃないかなと思って、ちょっとそこを説明したいと思います。じゃあちょっと手元の方に行きましょう。それではフライステッチの刺し方から説明したいと思います。まず出します。でちょっと横のあたりに刺して、この三角の形を作ります。で、かけて上に引っ張ると、もうこれで三角になったから、外側に針を刺すと、これでフライステッチができるんですね。でよく本とかで紹介されているのは、こうやって逆バージョンになって Y みたいな文字になって紹介されていることが多いんですけど、まあ、大体やるときはこうですね。こうしないとやりづらいんで、で私はよくこれコーチングステッチって言って説明していて、コーチングステッチはこう同じですよ。こう糸を渡しといて止めるんで、やり方としては同じですよね。だから私はコーチングステッチってよく書いてるんですけど、まあ、フライステッチです。でフェザーステッチのやり方ですね。ちょっとこれはガイド線を書かないと綺麗にできないんで、4本ぐらい書いておきます。で、端から出して、フライステッチのまず1つ作ります。三角形を作って上から出す。でこれを続きでつなぎでやるので、この頂点の点点点のこっち側から刺して、でまた三角を作ってかけて上に引っ張る。でまたこの頂点の点点点点のこっち側から、ちょっと今右利きなので左側がすごいやりづらいんですけど、こうやってでかけてっていう、なんかこう右左右左ってやっていくのが、フェザーステッチですね。でこれがまず、よく似ている、やることが一緒っていうことなんですけど、もう一個最後に紹介したそのブランケットステッチっていうのは、出してさっきはここを三角にしましたけど、これを縦に針を入れてかけると、なんかこう逆の L 字型みたいになるので、でまた続きを縦に入れて
結局三角ですよね。こう L 字をこうやってどんどん作っていってるので、で終わらせるとき外だから本当に全部やってることが同じなんですが、名前が全然違うのでちょっと本見るとちょっとややこしいんですけど、これで覚えると割とやりやすいと思います。使い方は私はあんま使わないんですけど、皆さんなんか考えて作ってみてください。なんか民族っぽい感じに仕上がるかもしれないですね。以上です。いかがでしたか？まだまだ質問も受け付けてますので、メールアドレスの方にお願いします。それではさようなら。